それじゃあ今日も洞窟探検してダイヤモンドを集めるぜ。って、あれ、なんでこんなところにダイヤモンドブロックがあるんだ。明らかに不自然だけど、まあラッキーラッキー、ちょっと壊しちゃおうかな。よい。え、これってどういう、ダイヤモンドが64個。先生、これは一体どういうこと。なさない、なさない、なさない、なさない。ちょ、先生、何するんすか。すまない、テンションが上がってぶったたいてしまった。先生、そういう時ってありますよね。ねえ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 。いや、ねえよ。それより先生、今日は一体何をするんですか。今日二人には入手できるアイテムが2倍になっていく世界でダイヤを見つけてもらいます。入手できるアイテムが2倍になる、どういうことですか。まあ見てもらった方が早いね。例えばこのアイテムを破壊すると、今4つ手に入った、4つ手に入ったってことは、次に入手できるアイテムの数がその倍、つまり8個手に入れることができる。そんな風にだんだん得られるアイテムの数が倍に倍に倍になっていくんだ。よーし、それじゃあ始めてっか。ってなんで俺空飛んでんだよ。やべやべ、これは水辺に着地しねえと死んじまう。みんな、このままだと俺は地面に落下して死んでしまう。けどみんながチャンネル登録と高評価をしてくれたら、上のゲージが溜まっていき、マックスになったら俺は無事に着地することができる。だからみんな、チャンネル登録と高評価で俺を助けてくれ。よし、みんな、チャンネル登録と高評価ありがとな。よっしゃ、ここにおれれば、とわー。ああ、なんとか助かったぜ。みんな、チャンネル登録と高評価ありがとな。それとよかったら、君が好きなマイクラのアイテムをコメント欄に書いていってくれ。ちなみに俺はこの空を飛べるエリトラが好きだ。よーし、それじゃあ入手できるアイテムが2倍になっていく世界でサバイバルしていくぜ。まずはダイヤを集めるために鉄のツルハシ作んねえとな。さてと、原木取りますかね。で、このアイテムが、お、ちゃんと2個ってことは、次は4個ってことは、その次はその2倍の8個入手できるってわけか。いやー、めちゃくちゃ手に入るな。うわ、いつもよりめちゃくちゃ作業台というかアイテムが手に入るな。よし、木の剣が完成。あ、これって作業台壊すと数が増えたりは、あ、やっぱ倍になるのか。作業台16個もいらねえけどな。あ、そうだそうだ、馬を倒して皮をゲットしておこう。すまねえ、すまねえな、悪気はねえんだが。よしよし、皮をめっちゃ入手したぜ。そんじゃ皮を使って防具を作っていきますかね。よし、革の装備完成したぜ。いやー、序盤からいきなり集まるなんて、こんなこと普通はねえからな。さてと、お、よっしゃ、やっと石を見つけたぜ。ここには、お、しかも鉄もあるじゃねえか。よし、まずは石を回収して、お、一気にめっちゃ手に入るじゃねえか。さてと、石のつるはし作りますかね。よし、石のつるはし完成からの、丸石8個でかまどの完成と。さ、鉄を掘っていきますかね。うわっ、うわっ、マジか、下に落ちてしまった。あ、石炭もあるじゃねえか。よし、回収して、あれ、やべ、ボックスが大変なことになっちまった。さ、かまどを大量に置いてと。よし、できたぜ、大量のかまど。これなら一気に鉄を大量に錬成できるな。よし、これでベッドの完成と。じゃあちょっとゾンビの音するけど、よし、それじゃあ寝て、ミスター赤ちゃんにバトンタッチしますかね。お、朝になったのか。お、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 ミスター銀さんのやつ、めちゃくちゃ進捗してるじゃねえか。ありがたく、この鉄のインゴットは使わせてもらうぜ。よし、そんじゃば、鉄のツルハシ作ってくぜ。木の棒からの鉄のインゴット、完成。まあ、ミスター銀さんは、丁寧に洞窟を掘って、ダイヤを見つけようとしてるみたいだが、俺はそんなめんどくさいことしないぜ。せっかくアイテムが大量にゲットできるんだ。俺は大量の TNT を手に入れて、地下を爆破して、
それからダイヤモンドを見つけるぜ。てなわけで、今から TNT を作るためにクリーパーを倒しに行くぜ。よし、夜になったぜ。ってことはクリーパーもそろそろ出てくる頃合いだよな。どう、いたいた、クリーパーじゃねえか。今回は火薬が欲しいからな。爆発させず倒してんだが、うまくできっかな。よっしゃ、爆発するんじゃねえぞ、爆発するんじゃねえ。よっしゃ、くそ、またか、当てるか、そうだ。よっしゃ、来た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 。大量に火薬を手に入れたぜ。よし、砂を掘るぜ。あ、よし、砂ゲットしてきて。まあ、なんでもいいや。とりあえずこういうのを捨てて。よし、砂大量ゲット。よしよしよし、一旦逃げろ、一旦逃げるんだ。さてと、どうしますかね。洞窟見つけたぜ。よっしゃ、じゃあこの洞窟を TNT で爆破してやるぜ。まずは作業台を置いて、確か火薬をこんな風に置いてからの砂を置いて、できたできた、 TNT だ。 TNT が完成した。で、この TNT をだな、このツルハシでぶっ壊しまえば大量に増幅。うおっ、大丈夫か。やべやべ、動きがめちゃくちゃ重いじゃねえか。さすがに重すぎるから一旦このアイテムは消去するぜ。あぶれあぶれ、 TNT で爆破する前に俺のパソコンが爆破されるとこだったぜ。よし、まあひとまずはこんなところでいいか。よっしゃ、着火してくぜ。よし、それじゃあ TNT 第2弾いくぜ。くそ、思ったより掘れねえな。だけどもう一回だ。よし、だいぶ掘ってきたな。そんじゃあまあ、あとはミスター銀さんに任せますかね。俺は寝るぜ。おお、あそこ。どこだよここ。なんかすごい掘り進められてるし、まさかミスター赤ちゃんのやつこの TNT で爆破したってのか。まあけど意外と悪くねえ考えだな。よし、俺もちょっとやってくか。あ、けど、あ、ちょっとこれ危なすぎなんか、これ危ない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 。まあ確かに普通に掘ってくよりは早いよな。よいしょ、じゃあ引き続き TNT 置いてきますかね。よしよしよし、あ、ちょっと大きすぎた、ちょっと大きすぎたかもしれねえが、逃げろ、逃げない、やべ、大丈夫かこれ、やべ、逃げろ逃げろ、うわあ、アップで死ぬところだったぜ。てかちょっと意外と段差があるからな、気をつけていかねえと。さてと、そろそろダイヤモンドとか見えてきてもよ、いいんじゃないか。さ、爆破していきますかね。よし、やべやべ、逃げろ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 、ドワドワドワ、あ、やっと戻ってきたぜ。まさか TNT にやられるとはな。さてと、まあなんだかんだ正当法でダイヤを見つけり、お、ダイヤあるじゃねえか。よっしゃ、いやー苦労したな。やっぱ TNT とかじゃなくてこうやって地道にダイヤ見つけた方が確実ってな。よし、それじゃあダイヤ割ってくか、いくぜ。うわすげえ、このダイヤの数はっぱね。ちょっと丸石全部捨てよ、丸石を全部捨てて、あ、そうだそうだ、マグマの中に捨てればいいんだ。よし、マグマの中に全部丸石を捨てて、よし、それじゃあダイヤ取るぜ。あ、また丸石手に入っちまったよ。けどここにダイヤ、うわすっげえダイヤの数、これはまさに芸術ってもんだな。こっちには金もあるじゃねえか、ちょっとついでに取っておこうっと。よし、うわすげえ金、金の塊だぜ。の、あれあれ、なんかちょっと重いな、ゲームがちょっと重くなってきたな。いくら破壊してもなんか壊れねえぞ。あれ、ちょっとこっち、あれ、画面が、あれ、画面が重くなってきて、あ、画面が動かねえ。